皆さんはじめまして、ナナです。本日は静岡県にあります川のホテルゴルフコース、富士コースのラウンド動画になります。ここは富士山系レディースクラシックの会場でもあり、景色が綺麗なゴルフ場としても有名なので、そのあたりも楽しみながらご視聴いただけると嬉しいです。13番、ここはどういうホールになりますか？13番はここの、林を切ったので、もう向こうの景色、そしてあの灯台までの景色が全部見渡せるっていう、本当に景色がいいと思います。一番端っこのところですね。そうですね、はいはい、一番端になってます、気持ちがいい方だと思います。でこのバンカーの右がフェアウェイになっているんですけど、右側、はい、そうですね、なるほどなるほど、バンカー240で超えるんですけど、はい、3本足の裏にも隠れバンカーがあって、はい、じゃあやっぱりちょっと右目の方がそうですね、はい、いいかなって感じ。お願いします。これはバックティーならではの景色ですね。そうですね、バックティーの人しか見れない景色だと思います。はい、ちょっとじゃあ、ブルーティーで回ってましたけどバックティーで、はい、そのままやらせてもらってもいいですか？はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。ちょっと鈴木さんもおっしゃったように右目を狙っていきたいと思います。ナイスです。 OK です。はい、ナイスです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。ちょっとボコボコ気をつけてください。はい、そしてやっぱりフェアウェイも傾斜が結構ついてる感じなんですね。そうなんです、ここ本当に2段グリーン、2段フェアウェイじゃないんですけど、ボコボコアンジュレーションありますね。それはやっぱり溶岩の影響っていう感じですかね。そう、溶岩の影響ですね。ああ、なるほど。でさっき鈴木さんがおっしゃったんですけど、はい、あっちでしたっけ、山。そうです、小室山っていうのは一説にはですけどね、小室山が噴火してできた地形そのままで作ってるって言ってましたので、アンジュレーションの下にはこう溶岩がいっぱい埋まってるっていう、はい、ところどころにこう溶岩が顔出してますので、ね、はい、ポコポコと。やっぱり溶岩のアンジュレーションを気にしながらやんないと難しいですね、ちょっと。ここはサイドフォローですね。だけど、まあ、どうでしょう、165はエッジで、そうですね、はい、しっかり見た方がいい感じですか。エッジから11ヤード入ってます。はい、両サイドにバンカーありです。はい、ここエッジで165で上りもしっかりあるので、ユーティリティの22度で打っていきたいと思います。ピン方向です、はい、ナイスです。ピン方向でした。結構ラインが出てたような、ね、ナイスでした、はい、ありがとうございま す, います。やっぱり上りもちょっとしっかり見ていかないとという感じ。そうですね、フォローといえどもって感じで、はい、行きましょう。女子プロは今のバンカーは超えるの狙ってくるんですか？超えるのを狙ってくる方とやっぱりどっちかですね。本当に分かれますね、その時まで。そう、調子よければます。そうか、風とかもありますよね。風もアゲンストが多いんですよ、正直。そうなんですね。そうするともう右狙いとか、はい、安全にの方がいいとか、はい、入ってる方もいらっしゃいますね。あ、そうなんですね、はい、あの奥にすることによって。あ、そうですね、ナイスオンでした。はい、ありがとうございます。今日初のパーオンなのでバーディー狙っていきたいと思います。ここ目はどっち？ちょうど順目ですね。こっち左奥からの目なんで、はい、でこのピンのところはもう向こうに、あの灯台の方にこうずっと目が行ってます。あ、こっち側ですね、はいはい。最初ちょっとスライスするんですけど最後フックなんで、うん、そんなに、はい、そうですね、はい、見ないです。はい、ありがとうございます。
待って、おー、ナイストライ、ナイストライです、ありがとうございます。ここが強いですね、左内側ですね。はい、ナイスです。ありがとうございます。ナイス。はい、おやすみなさい。はい、ありがとうございます。なんとかパーでいけました。ナイスです。やっぱり目が強いかなっていう感じですね、どこも。ロングパットは距離感合わせるのが結構難しいかなっていう感じがします。はい、どうぞ。ありがとうございます。大丈夫ですね、打てそうですね、はい、この14番ってどういうホールになりますか？はい、14番はグリーンが見えないところなんですけど、うんうんうん、あの大きなバンカーを越えてから90度ぐらいにこう右ドッグのところです。あ、なるほど、はい、でバンカーからは150なんですけど、はいはいはい、今日の風だと220で越えるバンカーっていう感じですかね。うん、はい、なるほど。なのであの一本ひょろひょろの松を狙ってちょうど来ると、はいはい、狙いやすいと思います。あ、セカンドも狙いやすい、セカンドも狙いやすいと思います。なるほど、わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、ここはやっぱりそんなにセカンド距離残したくもないので、あのちょっと背の高い松の少し右ぐらいを狙っていこうかなと思います。よいしょ、いいとこ行きますね。ありがとうございます。ナイスです、はい、いいとこです。ありがとうございます、はい、結構狙い通りかなっていう感じですかね。安いところ、はい、いいとこ行きました。あ、いいとこですね、本当に。ピンが、ピンが見えるいいところですね、はい、よいしょ。やっぱりバンカー入っちゃったらもうダメです。狙えなくなっちゃいますね。一回出すだけっていう感じの高さですよね。あの松の向こうが見えるんです、はい、大島に向かって打っていきますね。伊豆大島です。本当にいいところじゃないでしょうか。フェースキーだ、フェースキーね、本当にずっと綺麗ですね。もうここはもうインフィニティの本当そうですよね。バンカーは左だけになります。左側、はい、左手前のやつですね。はい、そうですね、はいはいはい、右から奥にかけてとかはどういう感じですか？右から奥、うん、グリーン右から、右は何もあの土手があって手前もバンカーもなく、うん、奥は行きたくないですね、うん、やっぱりここは前からの方がティーグラウンドまでぐーっと下がってしまって、あ、なるほど、セーフなんですけどちょっとトリッキーになってしまいます。手前からって感じ、はい、そうですね、はい、手前からですね。乗ると順目です。145出ます。そうですね、はい、残りピンまで145で、やっぱり鈴木さんがおっしゃってたように奥がダメみたいなのでちょっと短めの8番で打っていきます。ちょっと右抜けちゃいましたね。大丈夫です。右手前です。はい、OK です。はい、ありがとうございます。手前から奥に順目ですね。手前から奥。はい。はい、手前から奥に順目です。はい、お願いします。あ、大丈夫だ。よいしょ。ちょっと奥は全部海ですよね、これ。ちょっと風も抜けてる感じありますね。抜けますね。ここも抜けますし。こっちも景色すごいですね。次のホールも楽しみに、ね、してください。
こです。ありがとうございます。はい。じゃあここも56度で打っていきます。はい、ナイスタッチです。ありがとうございます。OK。なんか目が強いんで、うん、あまり切れないですね。本当に右カップ、内側ぐらいの感じ。合わせるとボール半分だけ右です。しっかりなら右内側でいいと思います。はい。よしよしよし、はい、OK です。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、すごいですね。ちょっとやっぱり目と傾斜とっていうのがですね、ちょっと難しいですね。そうですよね。ここ本当に、あ、ここ気をつけてください。はい、お手洗い大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。わかりますね。ここ15番のパー5ですね。はい、ここどういうホールですか？はい、もう打ち下ろし見てわかるように、打ち下ろしのロングで、はい、風がやっぱり関係あるんですけどね、風に左右されると思います。で、左が全部あのレッドペナルティーゾーンなので、はいはいはい、少し右目に打っていくんですが、うん、バンカーが今日だと230で入るバンカーです。2つ目のバンカー、はい、なので、はいはい、その左狙いでいきたいかなと思いますね。ちょっと狭い感じになりますね。そうですね、本当に落としどころが、うんうんうん、こう全部こう見た目以上の傾斜がありますので、ポンと左に持っていかれると思いますので、今カートがあるところいいと思いますね。はい、はい、分かりました。グリーンも見てください、この真横、うん、42ヤードの長い、ね、はい、真ん中でこう2段グリーンになってます。あ、なるほど。そしてあの今日は左にピンポジに立てるんですけど、はい、うんうん、今いらっしゃる前の方からは見えないと思います、はい、だんだん見えなくなってきます。あ、そうなんですね、はい、なので位置をここで確認しておいてくださいって感じですね。なるほど、なるほど、はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあここ全体的に傾斜が左に入ってるっていうことなので、少し右目に狙っていきたいと思います。まあ、バンカー左縁ぐらいを狙っていければいいかなっていう感じですね。景色もここになんか皆さんずっとちょっと痛いって言います。確かに、確かに、ここでなんか飲んだりとかしたいって、うん、はい、確かに言われますね。あそこ、あれがホテルなんで、川のホテルなんで、あ、ええ、今からあそこまで行くっていう。なるほど、ね。本当に海外来たみたいな感じですね、ここの景色は。本当ですよね、言われます、うん、本当に全国各地からいらっしゃるんですけど、感動していただいて嬉しいですね。はい、大丈夫ですか？それでは、はい、ちょうど行けそうですね。よろしくお願いします。ナイスー。
酒です。はい、はい、ナイスエッサケです。少し左目でしたかね。左目なんですけど、うん、はい、問題ないですか、ね、はい、ありがとうございます、はい、ございます。狙いよりちょっと左に出ちゃいましたけど大丈夫そうです、うん、ちょうど右手前はバンカーなんで気をつけて。はい、さっきのティーグラウンドから見た時と全然印象が変わりますね。あ、やっぱりグリーン面も見えなくなってくるので、そうですよね、うん、ここは結構しっかり打ち上げを見て見たいですね。しっかり打っていかないとっていう感じですね。そうですね、ラフもちょっとここはきつめなので、うん、はい、しっかり打ちたいです。見えないですけど右の手前はバンカーがあります。はい、はい、これグリーン手前のバンカーに入んないように打つってなると、そうすると、190までです。 190までです。あの右手前なんですけどね、はいはいはい、あともう一個のバンカーはグリーンの左に真横にあります。あ、なるほど、わかりました。これグリーン手前のバンカーに入んないように打つのでユーティリティで打っていきます。よいしょ、ありがとうございます。 OK です、ありがとうございます。はい、ここのセカンドやっぱ2オン狙えそうですけど、そうです、結構プロも狙っていく方が多いですか。プロたちも、はい、狙っていきますね、うん、この辺りからとかこう狙っていきますね、うん、果敢に攻めます。あ、はい、そうなんですね、はい、そうなんです。何とか狙いますね。いいところにあります。はい、こんな感じになります。はい、奥行きが20しかなくて、ここだけ乗るとすごい速いので、キャリーで乗ると結構転がっていきます。はい、奥までゴロゴロゴローと。すごいですね。下短いですね。短いんですよね、奥行き。幅が。でもなんかちょっとこう砲台みたいになってて、ね、見えるんですよね。だからこう攻めると転がっていくみたいな感じです。攻める感じですかね。そうですね、ここまで来たのでしっかりピンに狙っていきたいと思います。56度で打っていきます。ナイスオン、ありがとうございます。ナイスですね。はい、はい、ありがとうございます。近くまで行かないとグリーン面見えないから位置関係が分からないですね。そうですよね、本当にそれが難しいところですよね。試合の時は右に切ったり左に切ったりですよね。あ、なるほど、ね、全然印象変わりますね。手前から奥に目が立つところです。はい、はい、ちょっと切れる感じあります。若干ですね、うん、本当に若干左内側とかそんな感じですね、うん、でも目がこっちですよね。そうですね、あ、こう来てます、こう来てる、そうですね、しっかり打ってばそんな曲がんない感じ、はいはいはい、左内側で、はい、右内側。
ナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。ちょっともったいなかったなっていう感じありますね。やっぱり目はきついですね、どこのグリーンも。グリーンの目がね、本当にこの時期特にそうですね。うん、